あなたの名字を入力してもらえるかな。
またここ？ニーニー、こら、閉店してる場合じゃないよ。開店の時間ですよ。もう、また押し入れにこもって。暖房つければいいじゃん。また嫌なことでもあったの？でも優れてる？当たり前じゃん。ここで癒されたいの。それに久しぶりにニーニーの押し入れプラネタリウムも見たいし。作品って蛍光ペンで描いただけじゃん。ねえ、ニーニー、本当は何か嫌なことあった？大丈夫？そっか。うん、行こう。今日は一緒に行く日なの。にゃ。あ。はーい。
ーと一緒に学校行くの久しぶりだね。そうだよ、ニーニー、ミアのこと置いていっちゃうじゃん。そうかな。急いで歩いても何もいいことないよ。そうとも言えるかもね。え？あ、油断してた。ごめんごめん。相変わらずだな。朝っぱらからお暑いことこの上ない。冬の寒さも吹っ飛ぶな。おいと、そう来るか、そう来ちゃう。釣れないね。新作が入ったから持ってきてやったのに。親しき友のためにと思って持ってきたが、そう思っていたのは俺だけとはね。変わり身っぷりだな。へへ、いいってことよ。むしろその食いつきを待ってたぜ。バリいいぜ。まあまあ慌てなさんなって。とにかく歩こうや。こんな話で遅刻じゃ商売上がったりだしな。まあちゃんと貸してやるから汚すな。冗談だよ冗談。お、森島先輩だよな、あれ。絵になる人だな。写真集が霞んじまうぜ。
ミスサンタコンテストで2連覇中っていうのも納得だよな。この間、森島先輩に B 組の数が振られたらしいぞ。ああ、もうじきクリスマスだしな。今年こそ好きな人と過ごしたい！なんて言い出してな。まあ3年生は時期卒業だしな。カズの気持ちもわからんでもない。しかもうちの学校、ありがたいことに大層なパーティーもあるしな。伝統行事ってやつらしい。頑張ってみるか。去年は野郎ばかりでバカ騒ぎしてたけど、今年はさ、それっぽいクリスマスってやつだよ。まあな。でもさ、考えてみろよ。来年はそれどころじゃないかもしれないぜ。受験やら就職で。やらずに後悔するよりもやって後悔した方がいい。